のタイムスパンを去年今年来年って見るんじゃなくて、10年前とまたさらに変革の必要性が高まっているというのは成長論か分配論か、の民主主義と資本主義のバランスの悪さというか相克と言いますか、相克っていうより癒着だよね。資本に政治がねじ伏せられてるの、エフィックスが浸透している社会においてなエナー社にとらわれてる、神の見えざる手は合理的に働くっていう、そこを今回のリシンクでもう一回見なきゃいけないと思う。はい、皆さんこんにちは、ニュースピックスの佐々木です。私たちが現在そして未来に直面するさまざまな問題、そして未来のためにもう一度掘り起こし考え直す番組、リシンクジャパンスタートしたいと思います。それではですね、早速ナビゲーターの方をご紹介したいと思います。経営コンサルタントの波頭亮さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。これがですね、リシンクジャパンという番組なんですけども、もともとそのリシンクプロジェクトから派生してるんですが、リシンクプロジェクト、今本当に世の中が日本も世界も大きく変わってる中で、やはり本質であるとか歴史であるとか英知を見直してですね、未来がどういうふうに変わっていくかってことを展望していく、そういった番組にしたいと思ってるんですが、波頭さんはリシンクというワードを聞いたとき、今どういうイメージをお持ちですか？タイムスパンを去年今年来年って見るんじゃなくて、100年前それで今100年後って考えたら、18世紀以降、産業革命の後、実は産業革命ができてしっかりした民主主義ができて、民主主義と資本主義っていうのって実はそんなに古いもんじゃない、たったこの2世紀ぐらい、でこの2世紀に資本主義と民主主義がうまくいったから、圧倒的にそれまでの2000年ぐらいで人類が得た豊かさだったり平和だったりを、20世紀前半までは戦争あったけれど、豊かさと平和をこの民主主義と資本主義が作り出してきた。だけどこれがね、10年ぐらい前からかな、明らかにうまくいかなくなってきてるよね。で新しく世の中を支える屋台骨をね、すげ替えるみたいな、あるいは車の両輪を、あるいは三輪にするのか四輪にするのか、あるいはもう車輪自体を変えてしまうのかっていう風なのを、ちょっと根本からいろんな面で考えなきゃっていう問題意識があって、でコロナとともにはもう物理的に今までと同じことはできなくなるんだからっていうのが、ちょうどいいタイミングで考え直す機会になったなと思って、それで参加させていただいてます。まさにリシンクするのにベストタイミングってことですね。そう思います。はい、波頭さん10年前に成熟日本への進路、成長論から分配論へってことでビジョンを示されましたけど、その時と10年前とまたさらにその変革の必要性が高まってるっていうことなんでしょうか、ね、そうですね、あの時はね、さっき言った今の、資本主義的合理性を軸にした経済政策、あるいは国家のマネジメントって抜本的にやり方変えないとうまくいかないよっていう提示ではあったんだけど、それでもまだ現行の政治と経済の仕組みの中での提言でした。世の中が豊かになるために合理的なのは成長論か分配論か、だけど分配論の方がうまくいかなくて、今の同じ GDP スケールでも分配論賢くやればもっと豊かになるのにっていうことを軸の提案だったんですよね。あともう一つはね、産業財的な、あるいは工業製品的なものが経済の豊かさに直結してた時代が終わって、でこれからね、特に日本なんか少子高齢化ですから、その世の中にのシフトに合わせて、人口構造のシフトに合わせて、あるいは情報の高度化に合わせて主力産業も変わっていくべきみたいな、そういう話だったんですけど、でもあくまでも今までのスキームの中での政治的な提言、あるいは経済的な提言だったのが、今回やっぱり考え直さなきゃいけない、もっと世の中とか我々の意識、幸福感のボディをこうもう一回根本から見直すっていうのが今回の意義だと思います。わかりました。さあ、全て深く本質から探っていきたいというふうに思います。今回ですね、こちらの番組はですね、リシンクジャパンということで全6回の配信ということで、今おっしゃったように本当多面的にですね、文化アートから教育経済、そして思想政治までですね、あらゆる角度からリシンクしていきたいというふうに思っています。で各回のですね、スペシャルゲストももう決まっておりまして、例えば文化アートですと今話題の山口周さん、
はい、ビジネスにアートが大事だ、美意識が大事だということで今話題ですね。お話面白いですよね。面白いですね。もう今ね、大ヒットしてます。そしてですね、教育では AI の研究で有名だですね、新井紀子さん、東ロボくんやった方ですよね。はい、そうです、もう受験勉強とかですね、そこもあります。あと経済では安田洋介さん、NHK の資本主義の番組とかですね、そういったものでも欲望の資本主義ですね、あそこでも有名ですけれども、非常に切れ味の鋭い経済学者の方です、そして思想面では宮台真司さん、最近元気ですよね、宮台さんは。はい、ということで宮台さんとともに考えていきたいというふうに思います。で、今回はですね、初回ということで、やはり今回も加藤さんがお考えになっている、日本であるとか、世界の今考えるべきテーマというものをちょっと大枠で伺っていって、第2回第3回へとどんどんつなげていく導入のような回にしたいというふうに思っています。そしてですね、今回ちょっと世界視点からもぜひ考えたいということで、ニュースピックススタジオが今後新たにアンカーをですね、2人スタートするアンカーの人も招いてまして、ぜひちょっとご紹介したいと思います。お一人目がジョー・アトカさんです。お願いします。よろしくお願いします。ジョーさんはね、いろんな経験をお持ちですよね。アブダビとか、はい、あと中国とか、ちょっと自己紹介してくださいよ。あ、もちろんです、はい、ジョー・アトカと申します、はい。でつい最近大学院を卒業しまして、一応世界のリーダーを育成する大学院という、清華大学に新しく建設されたシュワルツマン大学院というところに通っておりました。でそこで経済とビジネスを学んでおりました。よろしくお願いします。加藤さん、ジョさんご存知なんですよね。はい、偶然ですけど、はい、彼女がね、はい、まさにさっき、国際的な活躍をっていう前に、まだ高校生の時にね、私がやってる大学生を集めて、そういう世の中をリードしていく人材になってほしいなっていう人とやるゼミがあるんですけど、そこに応募してくれて、そこで知り合いました。だからもうその中でも唯一の高校生だったっていう、頑張ってっていう感じ、はい、頑張ります。ジョさんもぜひ自分をリシンクしてください、ね。はい、面白いということで、はい、もう一人のアンカーの方が安田クリスティーナさんです。はい、お願いします。はい、安田です。はい、私は初対面です。はい、初対面です。で、私の高校時代は北海道の公立の高校でおとなしく勉強してました。はい、その後パリ政治学院にいきなりフランスに渡って、政治ですとか国際法がすごく興味があって、でその後国際交渉っていうところに目覚めてしまって、そこでやっぱり一番強みを生かせるのはそこなんじゃないかっていうことで、マイクロソフトで今国際交渉を担当しているんですけれども、で同時にそのずっと大企業で働きながら NGO を続けるっていう、そういったこう誰にサービスを届けるのかっていうところをきちんと判断できるようにするインフラを整えるっていう活動をもう 4,5 年続けていますね。お願いします。はい、でここからちょっと今回のテーマについていろいろ振り返っていきたいと、深掘りしていきたいと思うんですけど、ちょうどその今民主主義とか資本主義っていう話も出ましたんで、今回政治と経済っていうのが大きいテーマだと思うんですね。それでまさに最初に民主主義と資本主義のバランスの悪さっていうのは相克といいますか、そこが加藤さんの一番大きい問題意識の一つなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、相克っていうよりはね、はい、癒着だよね。今、あ、癒着ですか。政治に経済が買収されちゃったよね、あるいは逆か、経済が政治を買収しちゃった。あ、やっぱりね、もう資本主義の思うがままだよね。アメリカの例で言うとさ、今回 のトランプさんってすごくビジネスマンとか言われてるけれど、そうじゃなくてね、民主党って民衆の味方みたいな顔してるけれども、例えばヒラリー・クリントンだって、オバマだってそうだったな。金融資本とか石油メジャーとか、あっちにもいっぱい献金を受け取ってるわけ、だからもう資本ってさ、共和党が勝とうが民主党が勝とうが、いやもうこれだけは法案通してもらわないと困りますよとか、そんな法案立てられちゃ困りますね。あれだけオバマが金看板の公約でやったオバマケア、ね、国民皆保険って、ね、アメリカもどんどん豊かになってきました。だけど階層化してます。それでメキシコから人が入ってきたり、いろんなヒスパニックの人がいたりして、やっぱり健康だけでもきちんと国民皆保険にすると疾病の恐怖から解放されます。ご飯ぐらいは今いろんな
クーポンが出たり教会に駆け込めばアメリカってご飯は食えるのだけど、うん、病気になった時に全生活が破壊されるっていうリスクにさらされてるんで、うん、オバマケアで一段社会福祉のステージを上げましょう、うん、福祉国家としてのステージを上げましょうってあんだけオバマケア皆保険って言ってほとんど骨抜かれて実効のある保険制度にならなかったよね、うん、あれやっぱり保険屋さんとか薬屋さんとかいろんなところの、うんヘルスケア関連業界からのプレッシャーで、うん、ああいうのすら通らないだからもう全部特にアメリカが典型だけど、うん、資本に政治がねじ伏せられてるんだよね、うん、そこって現場でロビングまでしてきた安田さんはどうですか今の波頭さんの今の例ですぐ頭に浮かぶのが、うん、あのカーネギーメロン大学の経済学部って、うん、完全にコッシュブラザーがあの資本出してるんですよ なのであそこの大学の経済学部で教えられるのってそれこそ気候変動は全く起こっていない石油を使ったエコノミーが一番大事だおそらくサーキュラーエコノミーって言葉も出てないんじゃないかなって思うんですよね、うん、本当にその例はもうおっしゃる通りだと思いますし、うんあの先ほど その、まあ、民主党と共産党の話し合いで決まっているところがかなり多いですよ ね、うん、日本の政治でいうとあれ国対国会対策で、上程する法案を事前に与野党で集まって話しつけとくっていう、うん、それがね今賛成するしないがさ、うん、世の中のためにどっちがいいか、うん、あるいは国民を豊かにするためにどっちがいいかの観点じゃなくて、うんどっちが自党にとって自分の党あるいは自分自身政治家得か損かでどん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 決まっていくんだよね、うんうん、あの得と損っていうのってすごく分かりやすいし、うん、得と損を捨てろとは全然思わないけど、うん、ただし、うん自分だけじゃなくてあるいは資本的合理性だけじゃなくて世の中だったり、ね、最近言われてるんだったらあのサステナビリティだったりっていう、はい、もうちょっとね何て言えばいいのかな、うん、あよく言われるんだったらね今の経済の仕組みの根本を提示したのが、うん、見えざる神の手神の見えざる手って言ったアダム・スミス、うん、あの国富論か、はいね、だけど国富論の前に大前提として道徳感情論道徳感情論書いてますね、ねそれがあって要するに基本のエフィックエフィックスが、うん、浸透している社会において、うん、神の見えざる手は合理的に働くっていう、うん、今そのね、うん、本来経済合理性以上に世の中の土台に据えるべき基本的なエフィックスっていうか、うん、人の世の中としての人としての基本のルールっていうのが随分弱体化してる、うん、だからそこを今回のリシンクでもう一回見なきゃいけないと思う、はい今世界的にこう若者の活躍がこう期待されているというか、うんまあ、政治とかもそうだと思うんですよ27歳 の首相でしたり、まあ、あのフランス の大統領とかもそうだと思うんです本当にそれが目的を達しているかどうか僕はむしろ若い人の方が思い切ったことをやれると思う、うん、でそれを例えば明治維新の時のように一夜にして革命的に変わるようなことをやろうとするのは危ないと思う、うん、僕は若い時は40ぐらいまでかな、うん、革命的にやらないと変わらないよと思ったの、うん、だから革命的な、ね、あの人の血が流れない革命しか世の中って変わらないみんなエナーシャにとらわれてる既得権にがんじがらめになってる、うん、その平和的な革命の手段が民主主義であったわけですよねそれがあまり機能してないってことですねそうだから、はい、それこそね、うん、変な話さ例えば僕だったらそれこそ全体主義的に強圧なことができるんだったら、うん、投票に行かないと罰金とか、うん、あと、テレビメディアのあるいは新聞メディアの中立性に対しては結構厳しくやるよね、うんうんうん、だから日本がこうやってずる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 いろんな意味で革新しないのってさ、うんうんまさにメディアが欧米と比べて随分違う、うんうん、あのアメリカメディアですらもう、ね、買収されたとか言われてるんだよ、うんうん、それでもまださ、うん、必死でそれを守る、これもねいいエピソードでね、この番組見てる人に知ってほしいなと思う話なんだけどね、うん、NHK と同じように BBC って、政権に予算承認握られてんのだから NHK とすごく仕組み似てるんだけどそれでこういう報道反政府的なニュアンスの強い報道が多かったんで、
予算承認しないって、うん、ごめんなさいね数字覚えてないんだけど、でその時にね何やったかっていうと予算が認められなかったんで番組放送できませんって言って、うん、一日中砂の嵐、うん、サンドストーム鳴らした、ね、それぐらい日本もやってほしいですよね。そうだからそれぐらい報道の中立性と自由に対して抵抗したんだよね、体張って、うんうんうん、で日本に例えば NHK がシンボリックに、あるいはそうじゃなかったら広告メディアで成り立っているところはもう電通がどっちにつくかだけど、メディアに携わる人たちって本当に第四の権力を握ってるって思わないと、そこをどうすればいいかってちょっとご提言を伺いたくて、うん、というのも最近メディアの中立性ってもう消えたよねっていう議論をまさにしていたんですね。要するに多くの人が求めるっていうと、もうどん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 レベルの低いポピュリズムに流れていく。そうですね。でそれをどう自分で踏みとどまれるかどうか、うん、これが一つのノブレスオブリージュだと思う。リシンクジャパンとかでやりましょうか。メディアというテーマを今入れてないですけど、いいす、ね、入れましょうか。でまさに今オールドメディアとニューメディアで、ニューメディアもこう現在もういろんな人工知能であったり、もうそもそも人間 の, まあ手に負えないというか、こう人間が開発した技術がこうもうメディアに入ってきていて、それが逆にこうまあお客様がこう見ている方々が見たいものを人工知能であったりこう機械的にこう発信してるっていうのがあると思うので、ある意味その技術であり単純に経済であったりとか、そのお金の問題ではなくて技術の問題も関わってくるのではないかなと思うんですけれども、そういう そこに関してはどう思いますか。もうまさにそう思う。ちょっとね話先に飛ぶけどね、技術って、僕ねさっきこれ政治と経済見直さなきゃっていう、うん、世の中の仕組みを構築し直す時の方法論ってね、技術と物語なんだよ、うん、技術ってずっと要するにテクノロジーね、ずっとさ経済の道具にされてたけど、実は技術ってもっとすごい力があって、世の中の構造を根本的に決定する。例えばね農業という技術を得たがゆえに、それまでうろうろしてた人類が定住することができて、定住して一つの、ね、人間のコミュニティのユニットって最大でもそれまで30人ぐらい、まあ大体10人前後で生きてたのが、まあ、150人から300人ぐらいまで、でそれがだんだんそういうのが、だんだん都市化してって、人類の中にね階層ができて、で政治や権力っていうものが生まれてっていう、人類のその社会的な土台と形作ったのは農業なんだよね、うん、でその後もいっぱいいろんなテクノロジーが世の中変えてきた。例えば航海術、天文学と航海術があったから世界が広がって、うん、貿易っていうのは発生することによって経済あるいは豊かさって一気に数倍まで上がったし、あと、まあ、決定的なテクノロジーが世の中を変えたっていうと化石燃料を消費する内燃機関だよね、まさに産業革命、うん、それによって地球のサステナビリティとかバランスがおかしくなるぐらいの圧倒的な地球という資産を材料に消費して、それで消費財を作るようになってっていうんで、今のスキームってその産業革命だったり航海術だったりあるいはコンピューターだったりっていうテクノロジーがね、いろんなことを決めるの決める。でそのテクノロジーが実はまあ、株構造がジョブ構造を規定するっていう表現でいくと、テクノロジーがあってその上で、まあ、適当にオペレーショナルなルールや仕組み作ってる、ね、僕冒頭で民主主義だってたったこの200年ぐらいのもんだよっていう話をしたけど、うん、そのテクノロジーが大きいスキームを決めるっていうのが一つね。あともう一個、じゃあねその決める時にどういう世の中、どういう日常、何が大事、何のために生きてるのっていうのを人の心の中に前頭葉っていうかもう心だよねにインストールするのが物語なんだよ。だからテクノロジーの株構造と物語、普通ジョブ構造っていうと政治のことを言うんだけど、さらなるジョブ構造だよね。これをお父さんがおっしゃる物語って、うん、国家ビジョンもそうですし、企業としての物語もそうですし、個人としてもそうですし、ってもあらゆるレイヤーでの物語ってことですよね。世の中全てだよね。そうですよね、うん、そこが今失われてますもんね。そ
そうですよね、要するに数百年単位、うん、場合によっては千年単位の物語がビッグストーリーとしてあって、うん、でテクノロジーっていうのを有効活用するために政治の仕組みがあって、うん、でその政治の仕組みが物語に基づいてできてればいいんだ、うんうんね、昔はさ、あれだって神のおぼし召しを徹底するための社会設計したのが、うん、今は民主主義と資本主義的豊かさを紡ぎ出すための設計をして、だから、うん、技術だって神様のおぼし召しのためにそんな異教徒は、ね、滅ぼしてしまえっていう形でテクノロジーを使ってたわけ、うんうん、宗教戦争とか、今はどうやったらお金が儲かるか、どうやったら民衆あの国民が、あの平等に民主主義的に、うん、生活を送れるかのためにテクノロジーが使われる、うんうんうん、そういう仕組みだよね、うん、もちろん日本も一から考えなきゃいけないと思うんですけど、モデルってありますか？例えば北欧とかですとあの自由経済と福祉充実ですよね、うん、中国だともう結構テクノロジーも重視して、うん、民主主義はないですけど資本主義は強かったりとか、うん、もしくは昭和の日本ですね、うん、僕はね中間層が分厚くて、はい、北欧モデルがいいなって思ってたんだわ、うん、あでも過去形ですでも過去形です、はい、今も実現できるんだっていいんだけど、さっき言ったようにね、うん、人ってさ、ね、さっき言った革命したら必ず反革命が起きるっていうのと同じように、うんうん、北欧ってねみんなさ1000万以下の国なんだよね、うん、組織を億単位であるいはね、億超えてないけどヨーロッパでもさ大きいところ、うん、イギリスドイツフランスみんな 5,6 千万、うん、超えて数千万人超えたら無理な生き物なのかなって思ってて、うんうん、できるんならそれがいいと思う。だからそのための例えばドイツ的なさ、うん、あの分割統治っていうかさ同州制的なやり方すればもうちょっと近づけるのかも分かんないよね、うんうん、ね、フランスはね結構個人の自由と多様性をすごく尊重しながら、だけどよくさデモがあったりテロっぽいのあったりして、さっき言った主要なヨーロッパの中では一番国民負担率高いんだよね、あの北欧に次いで 63.5% ぐらいじゃないかな国民負担率、ね、だから年収2000万超えた分なんか9割ぐらい取られるよね。取られますでもね向こうで2000万3000万稼いでるエリートに聞くとでもいいよと、うん、自分が、ね、多少稼いだ分あの追加的なところ取られても、うん、自分が税金払わないために例えば母子家庭の、子供が学校行けないとか、うん、場合によっては病気になった老人が、うんうん、あのお金がなくて病院にかかれずに死んじゃうとかっていうのを見聞きするぐらいだったら、うん、それぐらいのコストは当然払うって、うん、まあみんな言うよね、うん、みんな言う。それに関してなんですけれども、うん、日本って結構こう寄付をするっていう感覚があまりこう世界の中でも低いってあの言われてるんですけれども、うん、やはりこう寄付であったりこう何かこう他人のために、まあ、もちろん今おっしゃっていたフランスの税金を母子家庭の方のために払うとか、そう日本の社会の中でそのような思いをこう目覚めさせるためにはどのように社会が変わっていけばいいと、ほぼ一緒。ふるさと納税とかもいろいろ今そうか、うん、まさにそれに関してはもう日本人のメンタリティだよね。本当にメンタリティなんですね、うん、そうすると、うん、あとメンタリティ、あと習慣だよね、うん、日本人もうちょっとね金持ちが見え張って、うん、ガバガバ、ね、寄付してくれりゃいいの。あの一人当たり、はい、寄付額ってアメリカの15分の1とか30分の1とか言われてる、ね、かなり低いです、うん、もう一桁以上違うんだよね、はい、さんも孫さんの奨学金もらったんじゃなかったでしたか。あ、はい、そうです、ね、あの孫正義育英財団の、育英財団、ね、はい、あの、うん、第1期生なのでちょうどあの第4期生があの先週つい最近あの選出されて、やはり孫さんのようなあの方々がこうやはり増えた方がこう若者ものびのびとして、先ほどあのおっしゃってたと思うんですけれども、やっぱりこう若者から小さな革命を起こしていかないと日本は変わっていかないというふうにあの波頭さんがおっしゃっていて、でやはりこうそのようなあの革命、小さな革命を起こしていく、またはこう研究に励むあのためには、まあこうサポートしてくださる大人の方々であり、まあ、資本が必
要なので、うん、そういう意味では孫正義育英財団は全然回し者とかではないんですけれどもやはりそういう財団制度っていうのはすごく大切なのかなと思います、うん、僕若い時僕の強みって権力とお金に対して全くインセンティブを感じない、うん、むしろ危機感あっちに囚われたらやばそうって思ってたからこれ僕の多分一つの強みだろうと思ってたの、うん、思ってた。だけどねある程度要するに自分が世の中に取り込まれないで生きるためにはそれがない方が有利に働くんだけど、うん、世の中のために何かを、させてもらいたいあるいは何か良きことを実現したいと思ったらお金と権力って必要だなって、うん、もうね今から間に合わない時に気がついてだからその代わりにだからなんていうの、僕でできることってプロボノ要するに労働奉仕だよね、うん、だから、もう20年ぐらいかな会社を事務所をギリギリ維持できるだけのお仕事をして残った時間は全部プロボノに使ってる、うん、もうそれぐらいしかないんだよね、うん、まさにボランティア精神ですよね。そうそう日本でこうより多くのボランティア精神をこう芽生えさせるのにはどうこうすればいいと思いますか。いやだからそれこそねボランティアしてる暇あったら俺もっと出世したいとかもっと金稼ぎたいっていう人が多いからこうなるわけ、うん、出世したりあるいはその向こうには出世したりお金儲けたりしたらすごく、メリットが得られるからそうなるんだと思う、はいね、だからみんなのさ脳みそ手術してさお金と権力に欲望を感じないように脳の手術するわけにもいかないしさ、うん、でそのために僕が言ってるのはその物語なんだよ、うん、物語要するにどういう人生が意味があるか、うん、あるいはどういう人生で幸せを実感として感じられるかっていうのって実は DNA が決めてるって言うんではなくて、うん、物語が決めてる、うん、今だってもうずっとさ、ね、遊んでたらいい大学行けないですよとか、ね、安定した会社入りなさいの物語で、うん、要するに高度経済成長型モデルでずっと来てるからさ、ね、その物語を作るのもある意味メディアだと思うんですけれども、うん、そういう意味でもメディアは活躍すべきだと思います。あ、もう大事大事、うん、メディアと、ね、教育ですよね、うん、なのでまさに鳩さん文学部の逆襲であるとか、うん、リベラルアーツが大事だってキーワードをよくおっしゃいますけど、うん、そのあたりもぜひ山口さんであるとか教育で出てくださる新井さんとですね、うん、ぜひ語っていただきたいなと思うんですけど今特にリベラルアーツとかそういうところに注目する背景というのは今のまさに物語と関係しますよねきっと。例えば神話がいくつかのパターン12段20段に類型化されるっていう研究があるものの、うん、ものの歌なんかもそうだけど、ね、モーツァルトとベートーベンどっちがいいかっていうのも、定型的な序列化がつかないあるいは定量的な判断がつかない、うん、タイプのもの以外ってどんどんコモディティ化してきてるわけ、うん、まさに、文学だったり音楽だったり、哲学だったり要するにね、文学っていうより人文的なるものだよね、うん、人文的なるものこそが、物語を構成する、うん、でその物語っていうのがないとどっちに進めばいいのかもわからないし、うん、で、どっちに進むっていうのはそもそも何が豊かであり、うん、何が幸せであるかっていうことを人の心の中にインストールする、うん、あるいは染めていく、うん、だから基本は今回、いろんなことを皆さんからお話を伺いたいなと思ってるけれども、うん、全部そこ人文的なるもの、言い方変えたら哲学的なるものだよね、うん、そこに常にこうアンカリングしながら、うん、だったらこれからの経済はだったらこれからのアートはだったらこれからの、教育はっていう、うん、そういう話そのだったらのこの根底を見極めたいよね、うん、あ、分かりました。そこの哲学的なとかフランスは強いですね。フランスでこう綺麗に本当に石を立てて仮説を立ててじゃあ論点は3点それぞれサブパラグラフ2つで最後に結果をまとめてじゃあ次どうするのかっていうのも綺麗に型が決まってるんですよ、うん、でこの基本を身につけた上でじゃあ少しこう、まあ、
花を生やして変えていくっていう型を持つと結構最強になるので、うん、今回のリシンクのきっかけで、うん、この型をに従えとは言わないですけれども、もうちょっとこうちゃんと自分でストーリーを考えた上でインストールされるっていうプロセスがあると、なんかちゃんと馴染むんじゃないかなっていうのが思うところがあって、うん、先ほどうまくいっている例としてフランスを挙げてくださってましたけど、フランスってどこの街に行ってもエチュアニティ、エガリティ、フラチュアニティっていうのが書いてあるんですね。まさにね、ユさんもね、ニューヨークのアブダビ校ってリベラルアーツを強化するための新しい大学ですよね、はいはい、いやもう本当に私も小中は公立の小学校と中学校に通いつつもインターナショナルスクールに通わさせていただいて、うん、で高校1年生の時に中国語を学びに上海に1年間留学してまた日本に戻ってきて、その後大学はニューヨーク大学アブダビ校っていうリベラルアーツ校に行ったんですけれども、うん、やはりこう、まあ、考える力はもちろんですけれども、うん、考えた中でそれを消費して問う力、もしくはアクションを起こす力っていうのがすごく大事だと思っていまして、まあ、もちろん今回リシンクなので、なんかリシンクした後のこうリアクトではないですけれども、うん、何かこう考えるだけではなくてそれを行動に起こす、またはまあ問いかけて次のステップにつなげていくっていうことがすごく大切じゃないのかなというふうに思ってます。リシンクからリアクト、いいキーワードでしたよね次の番組のテーマができましたよ、リアクトジャパンそれこそマッキンゼ行ったりさ、うん、それこそアメリカのエリートさんたちのまさに議論というか思考のフォーム自体が、うん、さっき言ったように、ね、コンクリュージョンがこうでメジャーイシューがこうでサブイシュー2つってってでね、それ自体を僕解体したいんだよね要するにそこから出てくるものってさっき言ったね、うん、すっごいコモディティで、うん、ロジックとファクトでしか表されない、まあなんかねファクトとロジック否定した僕の商売ダメなんだけど本当の物語ってね文字にすらならない。知ってる、どの教義も宗教も偶像崇拝を禁止するじゃない、はい、本当の真理は経典にすら落とせないって言われてずっと、うん、口伝だったんだよ、うん、コーランが唯一、それで聖書だって能書きほとんど書いてないんだよ、うん、どこどこ行ったらね嵐が来たみたいなファクトで、あれですらね紙に落とすっていうのは禁止の宗教が多いの、うん、要するに文字という限定的なものに乗っけようとすることによって、うん、生々しい豊かな神の教えのリアリティが、うん、損なわれる。その今物語が大事っていうのはフォーマットにもロジックにも、ね、ファクトの整合性にもこだわらずに一番人の心に語りかけて気持ちを熱くし、ね、温かくし自分の、生きるしるべあるいは世の中のありうべき姿を示してくれるものだからこそ、だからそういうフォーマット思考っていうのは便利なんだよ。でなんとなくねなんとなく使いやすいし有効なところあるんだけど、まさに経済合理的であったりとかさ論理合理的であったりとか、うんうん、そういう範囲の話で、僕が今回大事な話っていうのはそれよりもっとずっと上の方、雲の上にあるのか、あるいはずっと下の方、うんうん、もう大地の基盤にあるのか分かんないけど、うんうん、そういうものをねまさにリーシンクしなきゃいけない、はいはい、なと思ってる。はい、よくわかりました、うん、もう本当経済の論理だけで言うとやっぱビジネスモデルとかを作ってそれをぐるぐる回して仕組み化した方が利益率が上がるってそればっか考えちゃいますもん ね。それで一体何が嬉しいのっていうところまでもう一回考えてほしい。そういうことですね。だってこれでね、もしね、うん、僕は資本家で、はい、でもそれで僕お金がいっぱい儲かった、うん、で儲かっても僕ねこれ以上吉牛行っても2つ食えないしみたいに思うか、あるいは僕がこんな儲かるんだったら全員のお給料上げてあげた方がいいじゃないって思うような人になったら違うことが起きるよね。だって自分こんなにね、お金出してじゃあこうやっといてって言っただけなのに現場のワーカーの10倍もお給料もらうってこれ神様に怒られるよなって思えるような価値観っていうのって物語が決めるんだよね。
まさにこう結果的にはもう心にどれくらい落とし込めるかっていうことですよね、うん、物語と心っていう、うんうん、だから社会のさ、うん、スタンダードのありようをどう決めるかで、うん、これさ世界はなぜ左と右に分かれるのかにも書いてあったけど、もともと DNA レベルで人類っていう種、人間っていう種の、サステナビリティのためにあえてもう根っから自由にウェイトを置く比率と平等にウェイトを置く、あるいは保守的なのとリベラルなのとってもうそもそも分かれてるみたいなんだよね。で分かれているいるからこそ、でそれが分かれたままでこのポーション37だったかな、再生産46か37再生産されることで人類ここまで保ってきた、どっちか一つだったら、うん、もしかしたらあの、ね、淘汰されてたか分かんない、あのダーウィニズム的進化論的に淘汰されてたかも分かんないみたいなと書いてあったよね、うん、だからこそディベートのためのディベートとかロジックとファクトだけっていう腕相撲じゃなくて、本当に誠心誠意議論しても心の根っこにある正義っていうのが自由にウェイトを置く人と平等にウェイトを置く人がいるから議論が尽きない。ただし社会的なメカニズムとしてはね、だからあまりにも自由に触れすぎていろんな社会調和が壊れることによって安心安全が損なわれるんだったら、その時の選挙でこっちに振るだろうし、こっち行きすぎてやっぱり個人の自由が窮屈で息苦しいって思う人が多くなったらまた選挙でっていう、だからその意味で選挙に基づいた民主主義っていうのは比較的よくできてんだよね、よくできてんだよね。だけどそれを何がどう起きてるかっていうのをフェアに伝えるメディアがあって、その上で権力を分配している三権っていうのがあってっていう仕組みはすごくいいから、それに基づいてやればまだもうちょっと持つとは思うんだけど、ちょっと持たなくなりつつあるよね。それこそね、さっき言った資本主義と民主主義に対する革命が大きいんじゃないかと思ってる。そこがキーワードですね、一番でかいということで、もあっという間に1時間経過しちゃいまして、もう1時間だけ、はい、もういろんなキーワードがもういっぱい出てきてですね、最後ちょっと総括の意味も込めてちょっと波藤さんにフリップボードでですねキーワードを書いていただきたいな、テーマでもいいですけれども、もう喋っちゃったことでもいい、いいです、もういいです、これが一番大事なテーマなんだってことで、いやいろんなキーワードありましたね。いや仕上がったんでボードを上げていただいてよろしいでしょうか、はい、お願いします。はい、はい、もう今日ずっと喋ったことなんだけど、技術のことは特に、AI の発達が見込まれるようになってあちこちで語られたんだけど、実はね物語をみんなもうちょっと考えてほしいっていう、だから、技術と物語とセットでみんな注目してほしいなっていう話が一つ、それで、これ形作るっていう作るのところを、想像、はい、の層にしようかなと思ったぐらいなんだけど、本当に大きく刷新する時期に来てると思う。ただね刷新っていうとさ1回の選挙で決まるとかいう話じゃないんだよね。さっき安田さんが言ったさフランス革命だって最初から大なんとか共和制に行くのに50年かかったっていう、それこそ、何十年も20年も30年もかけて、で次の数百年の世の中の在り方を決めるタイミングに来てる、今日多分ね、総論になったと思う。あと政治と経済がもううまくいってないっていう話も分かったと思う。でそれを考える上で根っこに据えるのがテクノロジー、テクノロジーによるね必然的な形成っていうのが必ずある。それがさっき僕農業で言った話ね。で、あとだけどじゃあどっちを目指すのかっていうのは物語の話で、これは、ね、次回からいろんな分野の方が物語をベースに、いろんな具体的な話を語ってくれると思うんで、それを楽しみにしていていただきたいと思います。
最高のメッセージありがとうございます。本日は本当にありがとうございました。次回のテーマは文化アートということで、はい、山口周さんをお招きして、はい、じっくり語りたいというふうに思います。大好きです、私彼の話ですよ、ね、素晴らしいそれではまた皆さん次回お楽しみということで、本日はありがとうございました。ハトさん、ありがとうございました。ありがとうございました。